プロシージャルモデリングとダイレクトモデリングの大きな違いの一つに、プロシージャルモデリングでは、プロパティがアニメーション可能であるという点があります。これにより、ダイレクトモデリングがあくまでモデリング用途のみであるのに対して、プロシージャルモデリングは、モデリングだけではなく、メッシュアニメーションのツールとしても利用することが可能になっています。 この章では、こういったメビウスの輪をモデルにアニメーション効果も表現できるモデリングの例について解説していきます。はい。ではこれを1から作っていきましょう。まず、メビウスの輪を作るといったときに、メビウスの輪の形状っていうのがどういった形状で作られているのかというのを考えてみます。 こうやって見てみると、メビウスの輪というのは、長い棒状のものがあって、それが端から端までを一回転ひねって、ひねった棒状のものを輪っかの状態に曲げるという、そういった風にすると、メビウスの輪が出来上がるかと思います。ですので、長い棒状のものを作る、端から端までねじる、輪っかにする、 それをそのままプロシージャルモデリングで行っていきます。こちらのモデルに対して、まずは長細い棒状のものですね。そちらを作っていきましょう。オペレーター追加で作成。プリミティブの中にあるキューブ、ボックスツールですね。ここで、そうですね。えー、X 軸に対して5メートル。 Y と Z はだいたい500ミ、mm、リぐらい。こういったサイズの棒を1個作ってみます。これを後からねじったりひねったりしないといけないので、セグメントもある程度切っておきましょう。X 軸に対してセグメントが20。Y と Z が2ずつ。そうすると、だいたいこんな感じのセグメントを切った棒状のものというのが出来上がります。 では、こちらをですね、これからひねったりねじったりしていくわけなんですけれども、これを操作していくうちに、ジオメトリの形状というのが、今どんな形でひねられているのか、本当に一回転しているのかとか、そういうのがわかりやすいように、一部にマテリアルを割り当てておこうと思います。例えば、そうですね、ポリゴンモードで、この、 横一列。ここに対して一個ラインを引いておいて、例えば赤いマテリアルとかを作っておくと、後でどんくらいひねったのかというのがわかりやすくなるかと思います。ですので、ここに対してマテリアルを作っていきたいと思います。ダイレクトモデリングの場合だとどうやるかっていうと、ショートカットキーの M のキーを押して、すぐに 名称の名前を付けたら、マテリアルを設定できるという非常に簡単なものだったかと思うんですが、プロシージャルモデリングの場合は、ちょっとそこが、手順が煩雑になっています。まずは、この選択した、このマテリアルを付けたい範囲ですね。範囲を選択したら、オペレーター追加で、ポリゴンのカテゴリーにあるマテリアルタグ。ここで、まずマテリアル用のタグを作ります。 例えばここはレッドといった名前にしておきましょう。でここで s h ー d e r 3見てみると、まだ何もマテリアルグループが作られてないので、自分で手動でマテリアルグループを作ってあげる必要があります。レイヤー追加、グループ。ここでマテリアルグループを作ったら、テクスチャーレイヤー。ここからポリゴンタグタイプをマテリアル。 そしてポリゴンタグに今作ったレッドというマテリアルタグを指定します。この状態でレイヤー追加、今度はマテリアルを作成すると今作ったレッドのマテリアルタグがついているところに対するマテリアルを設定することができます。ですのでここでディフューズの色で赤色を設定してあげると こんな感じでマテリアルを付けることができるようになります。このプロシージャルモデリングにおいて、マテリアルのタグを設定して、マテリアルを実際に設定するといった手順については、ダイレクトモデリングと比べて非常に手数が多くなっているかと思います。でそういった場合には、モドジャパングループのチップスサイトの方で、スクリプトのカテゴリーのところから、 プロシージャルモデリング版のクリエイトマテリアルといった、そういったものをこうバッチ処理的に行えるスクリプトというのを用意していますので、非常に多くのマテリアルをプロシージャルモデリングで作らなきゃいけないといったような場合はですね、ぜひこういったスクリプトも使ってみるようにしていただければいいかなと思います。はい。ではですね、今一本ここにラインを引きましたので、ここからこの長細い棒を 一周、一回転ですね。360度ぐるっとひねってみたいと思います。このひねりを加えるときどうすればいいかというと、全体に対してローテーションをかけるといった処理を行います。オペレーター追加、エフェクターの中ですね。この中にローテーションエフェクターというのがありますので、これをクリックして追加します。でそうすると、 一個、こういったロケーターが追加されていますが、これ何かというと、このオペレーションリストからローテーションのオペレーションを展開すると、エフェクターの中にローテーションエフェクターというのが出てきます。この回転をコントロールするためだけのエフェクターですね。これが出てきますので、このエフェクターで実際に回転やひねりを行っていきます。 では試しに、このエフェクター、選択している状態で、ショートカットキーの E のキーを押して、回転ツールを起動し、動かしてみます。そうするとどうなるかというと、全体がぐるんぐる回るようになりました。これは当然、メッシュに対して等しく回転が行われていますので、全体が回転する感じになっています。 今欲しい表現というのは、ひねり、ねじりを一回転加えるということなので、こちらの例えば端、どちらかの端が固定されていて、その反対側の端、これがぐるんぐるん回転して、この間というのがグラデーション上にひねりが加えられるという、そういった状態になれば OK のはずです。そのグラデーション上に回転の強さが変わっていけばよいので、そういう時には、 フォールオフを使います。ローテーションのエフェクターを展開してみるとフォールオフがありますので、このフォールオフを展開し、さらにフォールオフを追加。ここから新規のカテゴリーにあるリニアフォールオフですね。こちらを追加します。これがグラデーション上に回転の影響の強さというのを調整します。今これが 手前側にリニアフォールオフが向かってますが、これがこの棒の端から端までぴったりとくっつけるようにしたいので、軸を X、長さを5メートルですね。ただこうしたときに、えー、端っこがくっついてないので、X 軸の位置をマイナス2.5メートルにします。そうすると、こうぴったりとくっつくようになったかと思います。 では、この状態でローテーションエフェクター。これを先ほどと同じように回転してみるとどうなるかというと、こんな感じでグリッと、ひねりを加えることができます。ちょうどこの赤のライン見ていただくと、ちょうどここの X 軸360度回転させると、この赤のライン見てみても、ちゃんとこうねじりが一回転行えているというのがわかるかと思います。 はい。これで横長の棒を作って、それに一回転ねじりを入れるというところまでができました。ここからさらに、これを輪っか状にひねりたいと思います。輪っか状にするためには、今度はエフェクターのカテゴリーにあるベンドですね。このベンド、曲げるエフェクター、こちらを使います。 こちらも先ほどのローテーションのエフェクターと同じようにですね、ベンドを行うためのこのハンドルというのが出てきています。これをこの細長い端から端までぴったりくっつくようにします。ですので、軸は X。ちょっとワイヤーフレームの表示にした方がわかりやすいかと思います。長さ5メートルにして X、1X をマイナス2.5にします。そうするとぴったり、この 端から端まで、ベンドエフェクターのハンドルが設置されたのがわかるかと思います。この状態で、このベンド、角度を360度に設定してみると、ピタッと、メビウスの輪のように、モデリングできたのがわかるかと思います。これが、 メビウスの輪の基本的なモデリング方法です。メビウスの輪をモデリングするっていきなり言われたときに、どういった手順でやればいいのかわからないと思われるかもしれませんが、現実世界でそういったものを作ろうとしたときの手順と同じように踏んでいくと、プロシージャルモデリングでもできるようになります。ではですね、今これ全体がこうカクカクっとした感じですので、サブディビジョンをかけてみようかと思います。 オペレーター追加でポリゴンの中にあるセットポリゴンタイプですね。ポリゴンタイプをこう変えますよといった、そういったオペレーションです。ポリゴンタイプ、面からサブディビジョンへと変えてみます。そうすると、全体的に丸となってしまって、くっついていたはずのこの端と端ですね。ここが離れてしまっているのがわかります。 なんでかというと、長細い直方体の端っていうのは、ポリゴンが存在しており、セットポリゴンタイプがない、面のタイプの時にはくっついているように見えたとしても、頂点は実際には結合されていないので、ここにどうしても差が出てきてしまいます。これはどうすればいいかというと、ダイレクトモデリングの時でも同じ処理を行うかと思うんですが、まず、この端っこのところの、 ポリゴンを削除して、その上で重なり合っているはずの頂点というのを結合します。ではまずはここのポリゴン、これを削除しましょう。削除するにはどうすればいいかというと、オペレーター追加、編集のカテゴリーにデリートのオペレーションがありますので、このデリートを追加します。 そうするとですね、今、デリートする、削除する範囲というのを全く指定していなかったので、すべてが削除の対象であるとみなされ、全部、ジオメトリーが削除されることになりました。ですので、ここから削除する対象というのをきちんと設定していくことにします。まず、削除するのはポリゴンですので、選択タイプをポリゴンにしておきます。 さらに、どのポリゴンを削除するのかというのを指定します。デリートのオペレーション、ここを展開すると、セレクションというのがあって、セレクションを追加。ここから選択方法をまず指定します。で、この時にですね、直接、例えばポリゴンのインデックス番号などを指定して、ここのポリゴンを削除するというふうにしてもいいですし、 フォールオフを使って、この範囲内にあるポリゴンを削除するという、そういったやり方にしても構いません。プロシージャルモデリングの場合には、できればこういったフォールオフを使ってやった方が、後からセグメント数だったり、そのジオメトリーの頂点数やエッジ数やポリゴン数が変わった時にでも、問題なく対応できるように、インデックス番号ではなく、あるフォールオフの範囲、 などで指定できるようであれば、そうした方が非常に良いかと思います。ですので、今回は、フォールオフを使った選択方法というのをご紹介します。フォールオフを使った選択を行う場合は、セレクトバイフォールオフですね。こちらを追加し、さらに、セレクトバイフォールオフを展開して、フォールオフを追加します。フォールオフを追加をクリックして、新規から、今回の場合は、ある特定の範囲、 なので、ラディアルフォールオフですね。球状の、このラディアルフォールオフの中に入ったものを削除するという、そういったものにしてみます。試しにこのラディアルフォールオフ移動ツールでちょっと動かしてみます。そうすると、このラディアルフォールオフに被ったところが削除されていくのがわかるかと思います。こんな感じですね。こんな感じでこう薄く削除されていきます。ですので、 これをちょうどこのポリゴンがぴったり重なり合っているようなところですね。端と端がこうギュッと合うところ。おそらくここがマイナス2.5メートルの位置になるかと思いますが、ここでこの範囲内にあるポリゴンを削除するようにします。今、ラディアルフォールオフがちょっと大きすぎるので、ここで半径ですね。ここをちょっとちっちゃめにすると、 出来上がりの図を見ると、ぴったり。この端と端のポリゴンだけが綺麗に削除されているのがわかるかと思います。これでだいぶいい感じになったんですが、よく見てみると、頂点が結合されてないので、えー、パキッと、ここら辺が滑らかにはなってないですね。パキッとした感じになっているので、今度は頂点の結合を行います。 頂点の結合はオペレーター追加で頂点のカテゴリーにあるバーテックスマージですね。こちらを設定することで、まあ、こんな感じで綺麗に結合するとこの滑らかな曲面というのが維持されるかと思います。まあ、こんな感じで綺麗にサブディビジョンがかかったメビウスの輪が完成しました。 まだこれだと少し丸みが強すぎるようであれば、さらにサブディビジョンをかけるといいかと思います。オペレーター追加でポリゴン。ここでサブディバイドで分割をかけます。この時分割方式をファセット、面に対してやると、まあ、こんな感じでちょっとエッジが立った形でのメビウスノワというのが完成できます。はい。 こんな感じでですね、モデリング自体はうまくいったんですが、さらにこのメビウスの輪がこうくるくると回転するようなアニメーションというのを作っていきたいと思います。これどうやって作るかというと、実は非常に簡単で、このオペレーションリストの中からアニメーションを設定していくことができます。今、オペレーションリストでキューブ作って、 マテリアルタグで赤いこのライン作って、ひねりを加えて、ぐるっと一回転させてっていった風にオペレーションを重ねてきましたけれども、このマテリアルタグを作ったこの段階、まだこの棒状の段階ですね。この段階でさらにもう一回ローテーションをかけてみたいと思います。オペレーター追加でエフェクター、 ここで、もう一個ローテーションエフェクターを追加してみます。そうすると、この2番目のローテーションエフェクターというのが出てくるかと思うので、これを回転させてみるとどうなるかというと、この時点では全体に対して回転します。この全体に対する回転というのが、完成した モデリングが完成した状態ではどうなるかっていうとこのようにメビウスの輪がぐるんぐるん回るような状態になりますこれをダイレクトモデリングでこのアニメーションを設定しようとするとかなりめんどくさいことになると思うんですがプロシージャルモデリングの場合ある工程のところで一箇所全体に対してトランスフォームをかけることで出来上がりの形状に対しても こういったトランスフォームの影響を反映させることができるという形になります。ですので、この回転の値ですね。全体に対する回転の値。これに対して、例えば0フレームでキーを作成し、120フレームで、例えば360度みたいにして、グラフ編集でリニアな状態にしてあげると、 永遠とメビウスの輪が回り続けるループアニメーションというのを非常に簡単に設定することができます。プロシージャルモデリングではこういったアニメーションというのがとても簡単に設定することができますので、例えばモーショングラフィックスなどにもこのプロシージャルモデリングが非常に便利に活用できるんではないかと思います。